クリーモフ VK-1VK1 の内部、VK1 の内部、クリームオフ VK1 は、ソ連で実用化した初期のターボジェットエンジン。名目ウェブラジーミル・ヤーコブレビチ・クリームオフ、設計局で開発され、ガズ116工場で生産された。中国でも WP-5 として、ライセンス生産された。 第二次世界大戦終結後、アメリカのペーパークリップ作戦に対抗してソ連は、多数のドイツ人技術者や仕掛け品のエンジンを、露獲したが、敗戦直前に、ドイツで生産されたものの品質は、劣悪だった反面、技術的にはあまりに高度だったため、当分野で、後発国であるソ連の参考にはなりがたかった。折しも冷戦本格化前の、翌1946年、 イギリスで成立した、クレメント・アトリー労働党政権が、ソ連との友好関係を改善することに熱心だった、ことから、最新エターボジェットであるロールス・ロイス・ニーン40機と、縮小版のダーウェント・マーク・ V25 機の輸出を承認したことが、ソ連にとって、福音となった。これらは、間もなく、ドイツ人技術者の主導で、リバースエンジニアリングされ、 ダーウェントマーク V のデッドコピー機 RD-500 と同じく2品の複製である RD-45 の生産が1947年に着手された。RD-45 は比較的単純な構造であったが当時のソ連の技術的な経験不足と材料により開発は難航した。量産するために改良された VK1 では オリジナルの任意とは異なり、燃焼器とタービンが大型化され、気流が改善された。ソ連は金属材料の問題を解決するために、ロールスロイスの工場を見学した時に、特別仕様の靴を履いて、床に落ちていた金属のクズを回収して、それを後で分析した。最初は RD-45 として、後に金属材料の問題により、 ソビエトの技術者の開発によってわずかに再設計され複製が行われ、後に VK-1 として量産され、MIG-15 に搭載された。さらに VK-1F はソ連からの技術供与で、ロールスロイスに無断のまま中国でも生産され、中国製の MIG-17 である戦撃後型に搭載された。1958年に、 北京市を訪れた同社の副社長、ホイットニー・ウィラード・ストレートは、この事実を目撃し、同社は、ソ連政府に対し2億700万ポンドのライセンス料を請求したが、トローに終わった。初期には信頼性に問題を抱えていたが、これを搭載したミッグ -15 の出現は、皮肉なことに西側にとって、深刻な脅威を与え、 朝鮮戦争において連合国側を苦しめた。VK1F はアフターバーナー付きでロールスロイス定に相当する。遠心圧縮式ターボジェットエンジンは構造が単純で早期の戦力化に即した反面、機械的限界から性能向上の余地がほとんど残されておらず、また体型なため機体設計上障害になることなどから軸流圧縮式。 ターボジェットエンジンにとって変わられた。VK-1 は、ミッグ -15 に続き、ミッグ -17 やいる -28 にも、搭載された。また、ロシアの空港では有節車に、本、ジェットエンジンを取り付けたものが運用されている。ありがとうございます。